12月13日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。北日本付近には前線を伴った低気圧が通過します。南からの気団が優勢になることによって明日は北日本でも雪ではなく雨となるところが多くなりそうです。では天気分布予想で詳しく確認していきましょう。 西日本や東日本は朝や午前中は雨が降るところが多くなりますが、だんだんとお天気は回復します。また、北陸から北日本の日本海側にかけては雨が降るところが多く、強まったり雷を伴ったりする恐れがあります。また、風もだんだんと強まるためお気をつけください。また、積雪しているエリアでは雨によって雪が溶け、路面状況の悪化にも注意が必要です。では、14時の気温予想を確認していきましょう。 東日本や西日本はこの時期らしい寒さとなります。また、北陸から北日本にかけては、この時期としては寒さが幾分和らぎますが、夜になると再び気温が下がります。体調管理にお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。